はい、そして、まあ、いよいよ決勝と、はい、まあ、横浜スタジアムでね、ナイターということで、これはもう全国民、俺も見てたよ。そりゃそうでしょうか。いや、もう立山にメール、LINE したいけど、これはしたらあかんな思いながらな。どっちかって言ったら、うん、あいつ心やってへんかなって、そっちの思いやったんじゃないですか、だからやっぱりね、ニコリともしてなかったよ、お前は。偉いよ。やっぱりあのそこでね、まあ、マスクしてるから分かりにくいけど、はい、まあ、本当にあの一寸先は闇やじゃないけどね、ここで浮かれちゃいかん、こんな俺があの気抜いちゃいかんっていう風な気持ちが強かったんじゃないかなと思うね。ありがとうございます。本当にこうそう分かっていただける方っていうのは少ないと思うんで、そんな、まあ、立山的にもやっぱり稲葉がね、立山選んだところもそういうところと思うし、まあ、そこで先発森下、はい、もうこれも満を持してというか、もうこのために取っておいたっていうピッチャーやんか。そうですね、うん、まあ、彼も本当に間しっかり開けて、で球数もこうメキシコ戦投げてませんし、はい、あのいい形で入れたと思うんですね、うんうん、でしっかりギアを上げて、こっちの思い描いているような立ち上がりしてくれたので、はいはいはい、まあ、本当に、まあ、改めてその可愛い顔してるんですけど、強心臓ぶりを発揮してくれましたね。これはよく言うんやけど、あの顔は明治の顔じゃないやん。慶応って今誰ですか。それは言うなよお前。こう、まあ、変な言い方ね、はい、ちょっとどっちかというと俺はまあ星野仙一さんがおられて、はい、まあ、武田さんとか川上健信のような、ね、はい、強いというふうな感じで、武骨な感じの、だからなんかちょっとこうね、スマートね、スマートなね、はい、そのアメリカ2回目やんか、はい、それっていうのはもうある程度向こうも知ってるし、こっちも知ってるっていうようなことやったやんか。そうですね、うん、ですから2戦目の方が良かったなと思えるのは、うん、あのやっぱりバッターの本当に打てるとこと、うん、打てないとこが再認識、うん、実際戦って分かったん で、うん、で森下はコントロールいいんで、うん、弱点つけるんで、うん、ですからもうより色濃く相手の情報が入ってきてたのは良かったかな、うん、今例えば言ったようにね、すごいその、まあ、ああいう風な可愛い感じやけど、はい、確かでもあの時はちょっといつもの俺らが見てるシーズン中とは違って、やっぱりちょっと形相が違ったよな。あのやっぱりあの舞台に立てるのって選ばれた一人しかいないですし、はい、うん、稲葉監督もそういうのを粋に感じて、うん、俺は思い切ってやってくれればそれだけで俺は満足だからってい う、 こうアドバイス もうされたと思うんですけど、うん、こうそういうね、やっぱ指揮官の気持ちを組んで、うん、そういうのをマウンドで表現してくれたような表情でしたけどね、うんうん、あの決勝戦ね、向かう前の、まあ、一応ミーティングするやんか、はい、あの時やっぱりどんな感じでみんな試合の会場に入っていったわけ。何か特別感というよりも、うん、まあ、もちろん最後やってやるぞっていうみんな気持ちは高ぶってましたけど、うん、結構ねみんな落ち着いてたような感じには受けましたね。でなんかこう僕も一応コーチなんでピッチャー陣に英語で、いや一応じゃなくてコーチですよ。立派な金メダリストのコーチですからなんかみんなに、あ、もう多分感謝の言葉告げるの、うん、ここしかないなと思ったんで、はいはい、あの横浜の外野のとこでピッチャー陣全員にあの、まあ、感謝の思いだけ伝えて、うん、であのみんな頑張って試合始まる前に、はい、でなんかしらーっとはしてましたけど、まあ、それちょっと今、まあ、硬かったんじゃそのトークと思います。俺が教えたトークちゃうかったよ最後僕ずっと招集中もオリンピック中も、うん、和まそうと面白いこととか言おうとしてたのに、うん、最後だけこのコーチ何硬いこと言ってるのかなって思われたかも分かんないですねあんだけいつも和ましてるのに最後力んでもうたわけやよくあるパターンやなこれね。でもゲーム始まって森下がね素晴らしい三振をたくさん取っていって、はい、そうですね。であの5回珍しくそのカーブがすっぽ抜けて当たるとか、うん、はいはいはい、そういうのがあって、まあ、いよいよそういうのって信号かなと。それは、ね、あの時は森下5回とかね、はい、何回とか何球とかいうのはある程度目安は決めてたの。いや全くやっぱりいけるところまで、うん、ちょっとでも捕まりそうな気配が出たらもうあれだけ全員つぎ込めますから、はいはいはい、で5回にああいうデッドボールがあって帰ってきた時に初めて、うん、でですかね、会を交えて監督、うん、僕、うん、村田コーチ、会の4者会談してベンチでどうすると、うん、で、まあ、ちょっとこう今の会でいっぱいいっぱいかなみたいな、うん、先のイニングで、はいはい、っていう話もしながら、じゃあ誰行くっていう、うん、まあ、誰行くかも決まってたんですけど、はいはい、もしも変えようと、やっぱり稲葉監督、うん、決断が早いです、うん、はい、迷いなかった、はい、でもうあそこを変えようとなって、うん、で翌日表彰、我々記者優勝して記者会見があったんですけど、はい、あの時にちょっと森下と2人で喋ってたんですね、うん、ようやってくれたなみたいな話してたら、うん、実はあの会でいっぱいいっぱいでしたって言ってけどやっぱり変えてくれたら言いにくかったわけ、やっぱりああいうところで言えないと思うんですね。
むしろ、まあ、もう1人行ってくれって言ったら、うん、はいって言ってくれたと思うんですよ。そうしたら打たれたかも分からへんかったってことやね。そうですね。なんでこう、まあそこの系統も一つポイントにはなったと思いますけど、うん、でもあの尻上がりの森下が、せやね、5回でいっぱいいっぱいですって、あんなこと多分カープでも言ったことないんじゃないですかね。でもやっぱりそれほどのね、決勝戦、まあ立山言ったようにその楽な気持ちでいったけど、やっぱりそのあそこまでいってね、金と銀の違いっていうのは、はい、ものすごい違いになるわけやん。そうですね。ほんであの後の、まあ、もう千賀行くってことはもう決めたわけ。もう彼は先ほど相手の弱点を作って話しましたけど、うん、はい、そんなん関係なしに、うん、自分のボール投げたらことが済むんで、まあねじ伏せられると。はい、でリリーフ経験もやっぱり国際試合であるし、はい、入り方うまいんですよね、やっぱり。うん、まあ、あの試合も初球に決めたボールボールになったんですけど、ね、うん、こう暴れた感じじゃなくて、うんうんうん、ちょっとボールだったみたいな感じだったんで、はいはいはい、ランナーを出しましたけど、こうあいけると思いましたね。うん、はい、でもその辺からも千賀、伊藤、岩崎、栗林というのはある程度立山コーチがこう描いた通りの系統やったということ。そうですね。安崎とこう平、うんうん、どういう風にこう言ってもらおうかなって考えてたんですけど、はいはい、うん、彼らはチームでやっぱりリリーバーしてるんで、はい、何回もこうこの YouTube でも話してるように、うん、イニングの途中はリリーバー、はいはい、うん、タイブレイクもやっぱりリリーバーなんですよ。あそこはタイブレイクいきなり先発ピッチャーにやらしたら、そう、まあ、そうやな、大変じゃないですか。だから本当に、まあ、岩崎もそうですけども、リリーバーはたくさん準備してもらって不測の事態に備えてもらって、うん、だから本当は安明も平も頭からポンポンと出したかったんですけど、はいはいはい、どっちかって言ったら不測の事態に備える、そうなった時のために残しておくってこと、ね、そうなんですよ。こう、うん、奥の手を残しておかないと、うん、まあ、いけないところもあったんで、うん、まあ、彼らにも、まあ、迷惑かけて、本当はもうちょっとこう登板させてあげたかったんですけどね。だから、まあ、平に至ってはね、やっぱりパ・リーグの平良、セ・リーグの栗林というふうな代表的なクローザーやんか、はい、だそういう平良がちょっと登板が少なかったっていうのも立山校長したらかなり気を使ったところではあるところやな。そうですね。あと、まあ、さっき言ったタイブレイクに残しておかなきゃいけないとか、はい、うん、結局リリーバー4人しか呼んでませんから、うん、栗林で、はい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 、だから、まあ、その中でも安明なんて、うん、稲葉ジャパン解禁賞なんですよ。最初からずっと 最後まで彼のみやね、はい、入ってくれてて、うん、ピッチャーでは、うん、はいはい、でこういろいろ慌ただしくなる国際試合、彼理解してるんで、うんうん、ものすごいブルペンで調和を取ってくれてたんですよ。初めてブルペンに入るピッチャーたくさんいたんで、はいはいはい、栗林も平もそうだし、うん、まあ、スグルだってそうですし、はいはい、ヤギもそうですし、はい、だそのあたりでうまく、ね、彼がまとめてくれたのは、うん、まあ、こう裏側でのこう MVP ですよ。だからすごいちょっとこう話が前後するんやけど、まあ、選考の時にね、山崎選ぶことに関しては一番賛否があったと思うねん。はい、その中はそうでもなかったわけよね。そうですね、結局なんていうんですかね、結構フルスイングされやすいタイプであるんですけど、はいはいはい、で去年の不調もあったりとか、うん、確かにこう入れるってなった時の周りの声が、はい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 、結構あったでしょ、はい、あったんですけど、はい、でも彼がリリーバーとして一番なんていうんですかね、開き直れる、うんうんうん、調子が悪くても悪いなりに持ってる 100% だけは必ず試合で出してくるんで、そういう気持ちの強さだけは誰にも引け取らないんで、はい、うん、やっぱりそういうところも、あとね、ジャパンに対する思いもそうですし、うん、そういうところがやっぱり彼を選んだ理由にはなりますよね。まあ、平良っていうのは若いやんか。平良っていうのはその立山が思い描いた印象と会った時の感じはどうやった？キャッチボール始めるじゃないですか、うん、まあ、招集しました合宿スタート、はいはい、いきなり金色のキャッチャーミット持って始めたんですよ。ちょっと待って、キャッチャーミット、はい、はいはい、でまあ、金メダル取るために金なのかなってこう思ったり、いや、そのキャッチャーミットに関してはどうやったの？手が痛いらしいんですよ、ピッチャーの。ああ、そういうことか。でそれでキャッチャーミットだったらしいんですけど、はいはい、なんかこう結構のんびりしてそうな感じに取られるんですけど、うんうん、ものすごい目上の人に対する礼儀が正しくて、はいはいはい、キャッチボール相手が、うん、千賀投手だったんですけど、はい、必ず千賀が来るまでこうやってグラウンドで待ってるんですよ。何してんのって聞いたら、キャッチボールやろうか、相手おれへんかったらって言ったら、うんうん、千賀さん待ってるんでって言って、もなんかそういう話聞くとなんかちょっと嬉しいよね。どっちかというとなんかそうなんかなさ、なんか今の若いことないかなと思うけど、はい、やっぱそういうことがしっかりしてるってことだよね。そうなんですよ。こうなんで、あとキャッチボール始めてから仕上がるまで多分9回最速じゃないですかね。それいけんのってこう思って
聞いたらいつでも行けますって電話で、で僕何度か村田コーチに怒られたんですけど、やってないよ誰もみたいな、いや平はもう上がって5球投げたらいけるんでっていう感じなんですよ。でもそれもさ、持って生まれたな、体の仕組みというかさ、はい、まあ、抑えには持ってこいということもあるってことか。そうなんですよ。だ、うん、なので不測の事態は、うん、そういうことですね。すごいなんです。なんかちょっとこういきなりピッチャーがフォアボールフォアボールで何かあっても、うんうん、平次のバッターいけるって言ったらいけますみたいな感じ。それもありがたいな。ありがたいですね本当に。でまあ、この決勝やけど、この1点先村上のホームランで先制してね、はい、まあ、ずっとそのままピッチャーが頑張ってくれて、はい、でまあ8回にもああいうふうな形で追加点を取ってね、でまあ9回、まあ、5試合、この5試合全部最後栗林行ったわけやけど、まあ、その辺はもう迷いはなかったってことだね。もうなんていうんですかね、まあ、彼と心中というか、うん、もう誰も疑わなかったんですよね、うん、はい、あそこマウンド上げることに、うん、ですから本人もそのつもりだったでしょうし、はいはい、最後マウンドに送り出すブルペン陣の姿もね、うん、もう最後はお前だなんかね、はい、うん、感じでしたけどね、はい、でまあ実際ああいう形でゲームセットになったと。で、まあ、金メダルっていうのがやっぱり実際ね、はい、あの現場にいて実際あ金メダルやっていうふうな瞬間っていうのは率直にどういうふうな気持ちやった？やっと終わったって感じですね。せやな、わ、はい、かるわ。嬉しいとかよりも、はい、もうこのプレッシャーから解放されるっていうふうな感じ。そうですね、本当にもちろん嬉しさもありますけど、うん、もうそのもう500倍ぐらいホッとした気持ちで、うん、もういっぱいで本当にこう5戦全勝でしたし、うん、まあホッとした一言ですね本当に。でも稲葉監督はねちょっと、はい、涙ぐんでたけど、まあ、ああいうふうなコーチ陣のやっぱりこう、まあ、仲というの、はい、まあ現役のコーチの方もおられましたし、その、まあ、コーチじゃない人もいたけど、そんなみんなのこうチームワークも良かった。そうですね、とにかく野手のコーチ、ピッチングコーチ、キャッチャーのコーチ、はい、隔たりなく意見を交換してたんで、うん、そのあたりはうまくいったと思いますし、あと、うん、これが全部現場されてる首脳陣でも良くないと思いますし、全部現場やってない首脳陣でもダメと思うんですけど、うん、そのバランスが、うん、すごく良かったんじゃないか、まあ、清水コーチ、金子コーチ、村田コーチが現場されてて、はいはい、で監督、井端コーチ、僕が外から見てるっていう、うんうん、そのバランスが多分、うんうん、人選からやっぱりこう客観的に見れて、うん、で実際現場の人どう思うみたいな、うん、これが抜群に良かったと思いますけどね。でも稲葉とは立山もこう現役やったりね、はい、このコーチになってから首脳陣の人が関わってやったけど、はい、まあ、選手の時もしくは侍のユニフォーム一緒に着る前と侍来てからっていうのはだいぶ稲葉監督も変わったような気がするします。だからどっしり感がやっぱりすごかったですね、うん、すごい前任が小久保監督で、はい、小久保監督よく稲葉さんと話されるらしいんですけど、うん、小久保さんが、まあ、これは記事読んだだけですけど、はい、やっぱり周りからの賛否はいろいろある、うん、これは監督やってて絶対ついてもあると思う、うん、ただ必ずもうそろそろお前にも開き直る時が来るからってアドバイスを送られたらしいんですけど、うんうん、はいはい、おそらく国語さんはそれが WBC だったと思うんですね、うん、最後の、うん、なんでやっぱり稲葉さんもこう、まあ、そばでこう見ててすごいこうどっしり感が出てきて、うん、なんかこうまあ、ちょっと偉そうなんですけど、うん、すごく頼もしく見えましたね、うん、でまあ、俺らはまあその日本が優勝してね、はい、まあ、試合俺たちプロ野球って試合前に結構決め替えが流れるやんけど、あの優勝した時にね、君が代が流れたやんか、はい、俺まあ、オリンピックっていつもそうなんだけど、なんていいメロディーなんだと俺は思って聞いてたんやけど、はい、まあ、金メダル取って聞く君が代っていうのはどうやった？やっぱりもちろんね、こう試合前とか流れるのを聞くのとは違う特別感、うんうん、あ本当に達成できたんだなって、はい、やっぱりその金メダルの国しか流れないじゃないですか、うんうん、やっぱりこう感慨深かったですし、うん、僕らは遠目で選手が金メダルかけて、はいはい、ベンチ前で見てたんですけど、うん、まあ、本当にもともと立派な選手ですけど、うん、すごいやつらだなとか思いながら見てましたね、うん、君が代が流れてると。やっぱそのすごいやつら、その東京の、ね、オリンピックで一緒に戦って金メダル取ったっていうのは、やっぱりなんていうのかな、 何者にも変えれないようなものがあるよね。まあ、本当にこの上ない経験は僕はもうさせてもらったと思ってて、うんうんうん、僕引退して初めてユニフォーム着たのが、うん、まあ、この侍ジャパンのまた東京オリンピックに挑む試合で、うん、はい、コーチってこんなしんどいかって思いましたね。だからね、決勝終わって、で俺次の日に連絡したんやけど、もう札幌帰りますと、あ
こいつ俺の YouTube 読まなあかんな思ってさでも札幌ですぐ書いてたけどすぐ書いてたでも逃げるように帰りましたで確かにもうその時も本当にまあ体重は6キロ7キロ6キロです、はい、だこれはもうあの経験した人にしか分からないプレッシャーやろね。そうですね、やっぱり大変、まあ、大変だったんですけど、うんうんうん、でもやっぱりそのこう大変だったことを上回る経験はさせてもらったので、はいはい、本当に感謝しかないんですけども、うん、まあでも本当にホッとした気持ちっていうのが、うん、こんなしみじみ味わえるものかと思いましたけど、でまあ、こうなかなかプレッシャーの中でね、こういうコロナ禍の中でなかなかその規制が強かったけど、はい、まあ、札幌に帰って家に帰って一番初め何した？僕は一番初め何したかな、僕もちろん家で自分のポジションってあるじゃないですか、あるある、その ソファーとか、うんうん、そのポジションでこう座った時に、はあ、終わったって言ったらしいんですよ。もうなんかそれぐらい、まあ、なんか家ってやっぱ落ち着くというか、うんうん、はい、なんか解放されて、僕ずっとね、うん、オリンピック中、うん、必ず毎朝4時に目が覚めるんですよ。早いね、俺5時や1時間早いですね。早いよ。で、必ず目が覚めて寝れなくて、うん、ただオリンピック終わった3日後に、うん、初めて寝れたんですよ、うんうん、11時間寝ました。まだ寝れる体力あったよねまあまあでもね、今回こうやって稲葉監督とね、オリンピックに臨んで、はい、まあ、コーチというのを経験して、はい、実際思い描いたコーチ像と、まあ、ちょっとね、プロ野球のコーチとは短期間で違うんやけどね、実際、まあ、このものすごいプレッシャーの中でコーチを経験してみてね、コーチという職業に対しての思いはちょっと変わった？そうですね、考え方が変わったというか、うん、もちろんこうオリンピック期間中も至らない点だらけで他の方にも迷惑かけたんですけど、うん、本当にこう各球団でプロ野球コーチされている方々が、うん、こんな大変な思いしながら、うん、やってるんだなと思うと、うん、コーチの人を尊敬するようになりましたね。だから今まで見てたちょっとコーチの見方がちょっと変わったという、はい、だから私も解説させてもらってますけど、はいはいはい、現場のことも分からんのに、うん、あんまり言ったらあかんなと思いましたね。だから仲は中でしか分からへんことたくさんあるやん、はい、で、立山言ったように評論家もそれも話さなきゃいけないっていう風な、はい、だからそういう風なことが分かって話す言葉と分からずに話す言葉とまた違うやん。そうですね、本当おっしゃる通りで、うん、なんかこう、まあ、相手を気遣うことっていうのは、うん、本当に大切だなと思いましたね。これね、立山もやっぱりこの一つのやっぱり箔がついたと思うのよ、はい、オリンピックの金メダルと。よかった、今運があるとどうしようかなと思ってイエイエイ言うたからよかったけど本当にイエイエイですよ。でもやっぱこういうふうな経験をやっぱり糧にしたら、やっぱりね、これから立山にもこうピッチングコーチの要請がね、俺来ると思うんだよ。この素晴らしいトークとね、やっぱりその選手を思いやる気持ちでも、まあ、そういうふうな立山投手コーチにオファーが来たらどうしますか？いや、でもこのまずこの金メダルの快挙は、うん、あれだけのピッチャーいるんで、うん、誰がピッチングコーチされてても、うん、やっぱりメダルは取れたと思うんですよね、うん、でもその、まあ、オファーは来ないですいやいや、立山コーチがね当初言ってたように5試合全てフォアボールが3つ以下という、これはもう立山コーチのね言ってることが浸透した結果と思うんですよ。ちょっと褒めすぎかな。いや、もう気持ちいいです今すごく、うん、はい。でも本当にね、稲葉ジャパンになってから1年伸びたオリンピック、そしてこういうコロナ禍の中でね大変だったと思いますけど、はい、本当に金メダルおめでとうございました。ありがとうございました。